でこのシステムの一番最大の特徴なんですけれども、柄を大きく、拡大縮小、回転位置の変更っていうのが可能になっております。今回やってみてかなり手応えはありました。従来やっぱり一定数既製服に満足されないお客さんっていうのがいるっていうことは非常に感じましたんで、これでやっぱり売上の2割3割、プラスになっていくっていうことは十分あるのかなと思いますし、家でね自分で時間をかけてカスタマイズできるってこともあって、お客さんの買い物の仕方も変わってくるんじゃないかなと。で何よりもアパレルメーカーさんはですね、在庫がゼロになるということですね。消化率 100% になるという、そこが大量生産しているいわゆるファストファッションとか、こちらと置き換わるにはならないと思いますがね、徐々にこういうムーブメントみたいなものがですね今実際に起こってますので。